ぞ。これはあのイランで家庭で作られてるヨーグルトスープなんですよ。ヨーグルトなんですか？そうですね、はい。あったかいですか？あったかいです。あのヨーグルト、また鶏肉も入ってるんだけどね、はい、ちょっと家庭によって中の具材は違ってたりするし、そう、豆入れたり、例えば野菜の種類違ってたり、はい、今日これに入ってる具材はですね、鶏肉とパセリと麦と、麦も、そうそう、あとお米も入ってる。お米も入ってる。そうそう、ちょっとした日本の鶏ガラも入ってる。それで味付けてます。おやつ感覚ですかね。食事おやつ、あのね、向こうでね、スープはですね、普通で食事前にみんな飲むんですよ。はい、そうそう、味噌汁と同じだね。そうですね、味噌汁感覚だね。ありがとうございます。そうそう、はい、はい、どうもありがとうございます。名前は何ですか、これ。これはですね、ヨーグルト、イラン語で言えば、イランでヨーグルトのことはですね、マスと言うんですよ、マス。マス。そうそう、だからマスクスープ。マスク。そうそう、本当にイラン語だったら、アシェマスになるんですよ。おいしいます？アシ。アシはスープのこと。アシェマス。マスもヨーグルト。だからアシェマス。そうそうそう。なるほど。はい。ありがとう。ちょっとペルシャン語ちょっと難しいからすいませんね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。餃子お待ち、お待ちの方。はい、どうぞ。出来たてですよ。餃子来ました。Peanut butter cookies. よく作ってたし、甘い。そうですね、結構砂糖と黒糖両方入ってます。黒糖入ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。韓国旅行当たるか。マジ？旅行はないんだ。ないんですけど。おい。ガム、ガム、どうぞ、どうぞ、ロバカシャ、簡単に意外と綺麗だね。あ、こうしてきて、ここ縛るから、そうなんですよ、もう羽織るだけで、軽いし、軽いよ、ほら軽いんですよね、意外と、思ったより軽かった。韓国の伝統的な衣装、かぶってたと思います。どうでしょう。